フェアプレーとはルールを正確に理解し、試合の相手や審判に敬意を払い、常にフェアに真摯に戦うこと、そしてサッカー選手を志す子どもたちの模範になるようなフェアでアグレッシブなプレーをすること。 J リーグは発足以来常にフェアプレーの精神を大切にしてきました。日本サッカー協会名誉総裁であられた今は亡き高円宮典仁親王殿下も常にフェアプレーの大切さを語っておられました。そのフェアプレーの精神にふさわしいクラブにフェアプレー賞として高円宮杯が贈呈され、常にフェアプレーを心がけてきた選手にフェアプレー個人賞が贈呈されます。フェアプレー賞高円宮杯のプレゼンターは公益財団法人日本サッカー協会会長大野邦也が務めます。今シーズンも J1 のフェアプレー賞基準を満たすチームがございました。その中で年間を通して最もフェアなプレーを続けたチームに高円宮杯が贈られます。それでは発表いたします。フェアプレー賞高円宮杯はサンフレッチェ。おめでとうございます。フェアプレー賞高円宮杯を受賞されたサンフレッチェ広島の森田君はじめ監督、選手会長の青山俊弘選手、2012シーズンフェアプレー賞高円宮杯を受賞されましたサンフレッチェ広島には正賞として高円宮杯と賞金500万円が贈呈されます。サンフレッチェ広島の皆さん、おめでとうございました。それでは森内監督のスピーチをお願いいたします。このような大変素晴らしい賞をまたいただいて、非常に光栄に思っております。我々は今年 J リーグ優勝という結果を手に入れることができましたけど、その内容についてもJリーグが掲げる、日本サッカー協会が掲げるフェアプレーという精神を持ってやれたことを非常に誇りに思っております。選手にもトレーニングの時からクリーン、そして激しく厳しく、試合の時も試合に勝つために激しく厳しくはもちろんだけど、人を傷つけるようなファウルをしたりとか無駄な暴言を吐いたり異議を言ったり、そういうことで無駄なイエローカードをもらうことはやめようと言い続けてきました。しかしながら我々指導者がそう言い続けても、プレーする選手たちが意識を持ってやらなければそこは変わりません。我々の選手が試合中の熱くなっている時も常にクリーンでかつ厳しくプレーするということを忘れずにやってくれたことを誇りに思います。皆さん、今日はこの賞をいただきありがとうございました。フェアプレー賞高円宮杯を獲得されたサンフレッチェ広島の皆さん、おめでとうございます。来シーズンもフェアプレーでアウトオブプレーの少ないサッカーで我々を楽しませてください。どうぞお戻りください。 J1 にはフェアプレー賞の基準を満たしているクラブがさらにもう1クラブありました。川崎フロンターレです。おめでとうございます。川崎フロンターレには賞金500万円が贈呈されます。おめでとうございます。
続いてフェアプレー個人賞を発表いたします。フェアプレー個人賞は今シーズン J1 全試合に出場して警告退場を一度も受けていない選手に贈られます。第2会場から発表いたします。それでは発表いたします。 2012J リーグフェアプレー個人賞はサンフレッチェ広島佐藤。おめでとうございます。フェアプレー個人賞を受賞されたサンフレッチェ広島佐藤選手、ボードステージに選手にはおめでとう。として記念の盾と賞金50万円が贈呈されます。おめでとうございます。第2会長をご覧ください。ではフェアプレー賞個人賞、フェアプレー個人賞の佐藤選手、このような素晴らしい賞を、自分自身、2回目という形で、いただけることを非常に嬉しく思っています。僕の2人の息子も今サッカーをしています。息子にはもちろんのこと、多くのサッカー少年にフェアプレー精神を持って、サッカーを続けていくことを、少しでも、トップレベルの位置から、伝えていければなと思っています。このような素晴らしい賞をいただけたことに感謝します。ありがとうございました。ありがとうございました。2012シーズン J リーグフェアプレー個人賞はサンフレッチェ広島の佐藤健人選手が受賞されました。これからもフェアプレーを感じてビシバシと今後も続けてください。